はい、サンタスのてっちゃんです。今日は筋肉マシーン説明します。まずはチェストプレス。この機械は鍛えたい部位は胸、肩です。この赤い部分が鍛えられる部分です。後ろから見た図はここの位置です。そして座ります。およそ胸の高さに合わせて座面の調整もできます。下ろすときはこの黄色レバーを押して下がります。上がります。背もたれもこのレバーを上に上げるとスライドします。しっかり固定したら OK です。上げて下げるです。上げて下げる。そして乗ります。胸の位置で前に出します。下ろします。前に出します。下ろします。重量の変更はこの黄色いレバーを引いて差し込んでください。そして重量決定になります。そしてより前に前に以上です。